ベルナドッテ王朝第七代のスウェーデン国王。幼少期のカール・グスタフ・スウェーデン全国王グスタフ6世、アドルフの長男グスタフ・アドルフと、ザクセン・コーブルク・ゴータ公、カール・エドゥアルトの娘シビラの第五子として誕生した。1946年6月7日に、王立教会で、ウプサラ大主教であるワーリ・エーデムによって、洗礼を受け、 イエムトランド公の称号を与えられ、デンマーク王太子夫妻、ノルウェー王太子オーラブ、オランダ王太子、ユリアナ、国王グスタフ・五世、フリードリヒ・ヨシアス、王太子夫妻、フォルケ・ベルナドッテ、マリア・ベルナドッテが大父母となった。1947年1月26日、父、グスタフ・アドルフが、飛行機事故で皇居したため、祖父に次いで、大池証券、第2位となった。 1950年に、グスタフ6世やドルフが高齢で国王に即位したとき、王位継承権者であるカール・グスタフは、まだ4歳の幼児だったため、グスタフ6世やドルフを最後に、君主制を廃止することが議会で議論された。しかし、共和制への移行は否決され、正式に、カール・グスタフが、王太島子となることが決まった。高校卒業後は、 スウェーデン軍において2年半にわたって教育を受け、1968年にスウェーデン陸海空軍隊員に任官された。その後はウプサラ大学とストックホルム大学において歴史学、社会学、政治学、税法を学んだ。大学での教育を終了した後は将来の国王としての役割を果たすことに備えるため裁判所制度や社会団体、労働組合、 業界団体など幅広い分野への研究に従事し、特に議会や行政、外交に関する研究には非常に熱心に取り組んでいた。他にも国際連合や国際開発協力庁におけるスウェーデン代表の一員として過ごしたほか、ロンドンでは銀行やスウェーデン大使館、フランスでは自国の商工会議所やアルファ、ラバルの現地法人の工場などで、 体験就労を行った。1973年9月15日に祖父の後を継いで国王となり、4日後の9月19日にストックホルムの王宮で即意識が取り行われた。翌年のスウェーデン憲法改正ですべての統治権力を喪失し、儀礼的な国家元首の地位となった。2010年11月、カール・グスタフが クリンや性風俗店に出入りしていたとする内容の、バクロボン、カールズビー・グスタフ、デン・モートビリアマナルコンが出版され騒動となったが、プライバシー重視の国柄もあって、騒ぎは一段落していた。しかし2011年5月、証拠とされる裸の女性二人と一緒に撮影した写真を、ユーゴスラビア出身のギャングミレ・マルコビッチを仲介して、買い取ろうとしたことが発覚して、 スキャンダルが再燃。カール・グスタフ本人は、政府属点への出入りともみ消し工作への関与を否定し、退位するつもりはないと表明した。これにより、地元メディアでは、国王の信頼は失墜したとして、退位を求める論調を出し、2011年半ばによる世論調査では、スキャンダル再年前と比較して、国王支持派は64%から44%に、 減少した。2011年12月、スウェーデンの大衆紙、エクスプレス線は、証拠とされる写真は1976年に、シルビア王妃と共に、テレビ番組に出演する国王の画像から、東洋姿勢風俗店内の裸の女性の写真に、デジタル修正を施したと証明され、マルコビッチは、以前にもセレブを強制するためにこれと似た行為をした。 ことがあるとさらけ出した。スウェーデンの法律では売春は合法となっているが、売春は違法となっている。カール16世、グスタフ不再則以前以年の1972年、ミュンヘンオリンピック観戦の際、現地で、カール・グスタフ王夫としごの世話を担当したのが、ジルフィア・ゾマラート、すなわち、シルビア王妃だった。これをきっかけに交際が始まったが、当初は、 年上で、ドイツ人の一般市民ということもあり、結婚にこぎつけるのは大変なことであった。1976年3月12日に婚約を発表、3ヶ月後の6月19日に2人は晴れて結婚することとなった。この日の披露宴では、スウェーデンを代表するポップグループ、アバのメンバーも参列し、新曲だったダンシングクイーンを初演奏した。 この曲は、翌年、世界的な大ヒット曲となる。1982年には、皇帝を、ストックホルム郊外のドロットニングホルム宮殿に移し、それまで住んでいたストックホルム宮殿は、公務の罵倒することとなった。また夫妻は、次の一難二条を設けた。1980年1月1日からは、 長子相続性に基づいて、ヨーロッパでは初めて男女にかかわらず最初に出生した子供に法定推定相続人の権利が与えられることとなり、2019年、現在の大井継承順位第1位は、長女のビクトリア王太子であり、1979年12月31日まで王太子であった長男のカール・フィリップ王子は、第4位となった。ありがとうございます。